羽生結弦選手のフィギュアスケート世界選手権が注目で、少し心配される事件が勃発したとのこと。しかも、そのことで、羽生結弦選手が、珍しく怒りをあらわにしたとの報道であった。男子ショートプログラムを前に、同日昼に、サブリンクでの公式練習に参加。ショートプログラム使用曲、バラード第1番を流しての滑走中、デニス・テンが、羽生の滑りを妨げる場所でスピンをしており、羽生は、それはねえだろ、お前。と声を荒げた。前日、本番会場での公式練習でも、羽生は、曲がかかっている最中に、テンと接触しそうになり、演技を中断せざるを得なかった。通常5から6人で行われる公式練習では、曲をかけて滑っている選手が優先されるという暗黙のルールがある。2日連続でのマナー違反に我慢ができなかった様子の羽生だが、サブリンクを去る際には笑顔が戻っていた。これには日本人同士でも、昔高橋が曲かけ中に小塚と衝突したけど、それも小塚の不注意が悪いってことになった例もある。また浅田真央が曲で練習中にリンク中央を駆け抜けたキム・ヨナの例、あれは全く音がめなかったようだったか。今回は羽生が4回転サルコー、4回転トーループを着氷させた後、後半の3回転半ジャンプへ向かう軌道上でデニス・テンがスピンを回っていた。なんとその結果、集中力を乱された羽生はトリプルアクセルを転倒。怒りのあまり手で壁を叩いたとか。公式練習中にもたびたび2人の滑る軌道が重なり、羽生のストレスは溜まっていたようだ。試合直前の6分間練習でも同様の事態が懸念されるため、羽生サイドは連盟を通じて天のサイドに注意するよう要請した。とはいえ、このようなケースは以前から起こっているのだから、フィギュアスケートの連盟も選手の安全への配慮が必要ではないのか。どの選手も自分の演技の確認や調整に必死で、あれだけの人数が一度に練習することは危険ではないのだろうか。今回の世界選手権でもどの選手も怪我や事故に遭わず、それぞれの最高のモチベーションを発揮してほしいものだ。そしてその結果として最高の演技をした者があの表彰台の一番の位置がふさわしいのだ。羽生結弦選手もこの悪夢を払い、平常心でリンクに臨み、最高の演技を披露してくれることを心から願いたい。そして羽生結弦選手が絶対王者であることを世界選手権優勝という結果で見せてほしいものだ。